YouTube をご覧の皆様こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業三崎です。今回ご紹介させていただきますお車こちらになります。はい、こちらの車ですね、当社オリジナルモビーディックシリーズの SH01 となります。で、こちらの車ガソリン4駆寒冷地所付きの車両となりますね。で、お色の方がゴールドとなりますので、こちらのお車ご紹介の方させていただきます。では、まずメーカーオプションからご説明させていただきます。まずこちら、トヨタセーフティセンスとパノラミックビューモニターですね。と、あと追加で LED フォグですね。こちら取り付けの方しております。はい。で、こちらフレックスカスタムなんですけれど、まず見た目の部分なんですけれども、こちらガッツミラーボディと同色で塗装しております。と合わせまして、こちらもボディと同色塗装済みのフレックスオリジナルのフロントリップスポイラー、こちらも取り付けしております。で、こちらの車両、ローダウン1インチしております。なので2センチぐらい純正よりも下がっておりますね。で、プラスでこちらのフレックスオリジナルのオーバーフェンダー、こちら取り付けすることによってさらに低くなるような印象がございます。で、こちらはもちろんボディと同色で塗装の方しております。で、タイヤホイールなんですけれども、グッドイヤーナスカータイヤとフレックスオリジナルカラーのバルベロディープス、こちら両方17インチセットで取り付けしております。で、こちらがフレックスオリジナルのアルティメット LED テールランプとなっております。で、そのまま上見ていただきますと、こちらがデジタルインナーミラーのカメラとなっております。で、こちらが SH01 の内装となっておりますね。では、ちょっとご紹介の方させていただきます。まず一番手前、こちらから冷蔵庫ですね、載ってあります。で、こちら天板となっておりまして、ここに USB とコンセントが2口ついております。で、こちらにシンクですね、シンクの方も搭載もちろんされております。で、ここも上に3つ収納がございます。これやっぱりここ走行中に開いたらまずいので、硬く、ちょっと最初硬いんですけれども、硬くなっております。なので走行中には開いたりとかする心配はございません。よくわかりません。で、なんですけれども、こちらカーテンもちろん取り付けリアしております。で、こちら見ていただくと FF ヒーターですね。ここから FF ヒーター、こちらの車両 FF ヒーターついておりますので、こちらから風が出てきますよ。で、こちらに追加サブバッテリーですね、もう1つ載ってあります。で、まあこちらにいろいろあるんですけれども、こちらが走行充電システムとなっております。なので、バッテリーを走行しながら充電もできますよっていうものとなっております。で、まあ横にも引き出しもついてますし、収納ですね。こちらの部分も収納もたくさんございます。もう全部収納スペースはもう扉の方硬くなっておりますので、走行中にまあこちらが開くっていう心配はございません。で、もちろんここ一室ベッドマットにもなります。で、こちらが走行充電、ごめんなさい、外部充電ですね。こちらで、付属のコンセントを挿していただくと、こちらから外部充電の方ができます。イージークローザーももちろんついております。
で、パワースライドドアですね、電動ですね。で、小窓がこちらの車両こちらとあちらに、前の天板のところに小窓が2枚ございます。なのでプラスで当社オリジナルの網戸ですね、そんなも取り付けはもちろん可能でございます。で、こちらのシートなんですけど、まあ普通に座っていただくこともできます。で、前後移動もスライドレールあるのでできますよっていう。で、こんな感じにしていただけましたら、で、さっき取ったヘッドレストをここにも挿していただけたら、後ろ向きで停車中であれば後ろ向きでも座っていただくことは可能になります。まあ、ファスプシートっていう、まあ、フレックスがよくつけてる有名なシートですね。フロントのナビがカロッツェレの7インチのナビとなっております。で、バックに入れるとバックモニターの映像はもちろんで、パノラミックビューモニターの映像も上からみたいな映像ですね、こちらも映し出されます。で、こちらデジタルインナーミラーですね、リアゲートの上のカメラの部分からの映像がこちらから流れてきます。で、助手席エアバッグと 100V コンセントもちろん装備しております。で、こちらの助手席と運転席のシートカバー、こちらも新品で取り付けの方しております。で、もちろん ETC もついております。で、あ、ごめんなさい、リアのカーテンもちろんなんですけれども、ここにも間仕切りカーテンですね、前から見られないようにここで一面で間仕切りカーテン、こちらももちろん取り付けの方されております。いかがでしたでしょうか。スーパーロング車ハイルーフでの、当社オリジナルの SH01 ですね、こちらキャンピング車入ってきましたので、気になった方はぜひ当店の方までご来場、お問い合わせの方お待ちしております。ちょっと動画では伝わりにくい部分もあるかと思いますので、ぜひ当店の方までお越しいただけましたら幸いです。でしたら今回はこちらで以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。